国立遺伝学研究所 の、 大量遺伝情報室の望月と申します。最後のセッションなのでお疲れかと思いますが、少しお付き合いください。で、本日は DDBJ が構築している NGSA 用のウェブベースでの解析ツールの DDBJ リーダーノテーションパイプライン、略して私たち DDBJ パイプラインと呼んでいるんですが、このウェブサービスを使って、先ほど中里さんがお話ししてくれた DDBJ の NGS 用のアーカイブデータベース DRA のデータから、DNA 多形を抽出して DNA 多形の注釈付けを行うという実習を行っていきたいと思います。で、途中で何か追いつけないことがありましたら、あちらにいらっしゃる作家さんがサポートしてくださるので、途中で手を挙げていただければと思います。また何か他にも何かありましたら随時手を挙げていただければ、私の方も対応しますので、皆さん全員で最後まで進めるようにご協力お願いします。で、まず DDBJ リーダーノテーションパイプラインの全体像をご説明いたします。DDBJ リードアノテーションパイプライン、DDBJ パイプラインは基礎処理部と工事処理部の2部構成で構成されております。で、基礎処理部ではマッピングやデノバアセンブリーなど NGS の解析にどんな目的でも共通した処理が行えるようになっていて、工事処理部はギャラクシーというウェブサービスを使って解析目的別のワークフローとなっております。DNA 多形注釈や発現量解析、転写因子結合部位解析、コンティグやスキャフォールドに対する注釈付けで、金沢大学の細道先生の方が開発している HLA 解析ツールなども盛り込んでおります。今こちらちょっと開発中で使えない状態になっておりますが、開発が終了し次第またアップデートしていく予定です。で、このパイプラインで使えるデータというのは DDBJ のパブリックなデータ DRA のデータ、もしくはユーザーの皆さんが独自でシーケンスしたデータ両方使えるようになっております。で、今回の講習ではこの DDBJ パイプラインを使って DRA のデータで、DNA 多形注釈と DNA ポットワークフローと呼んでいるんですが、こちらの使い方のご説明をしたいと思います。で、DNA ポットというのは DNA ポリモリフィズムアノテーションデータベースの略で、私たちの方で構築している DNA 多形のデータベースと解析ワークフローになります。で、こちらのデータベースではまず DRA のデータから WGS ホールジェノムシーケンシングのデータを抽出してきて、禁煙種であるリファレンスゲノムにリードを BWA というツールを使ってマッピングしていきます。で、そこからサムツールズの M ファイルアップというツールの機能を使ってリファレンスとリードの配列の違いからスニップを検出しています。で、その検出したスニップに対して基地の遺伝子注釈付けをしていきます。これでいうと、エクソン領域にあるなというのが分かります。で、このエクソン領域にあったらさらにコーディング領域のにあるか、ノンシノニマスかシノニマスかといった注釈情報までつけて、DNA ポットのデータベースとして公開しております。で、このデータというのは私たちが解析しているこのデータというのはあくまでパブリックになっているデータを基本としていて、で、ユーザーの皆様がこのパブリックになっているデータとそれだけでは自分たちの研究では足りないんだよということで、追加で何かシーケンスしたデータと合わせて配列を比較したいといったことができるように DDBJ パイプラインを用いてこの解析と全く同じコンディションで解析がユーザーの皆様のデータでできるように
ということで解析ワークフローを公開しています。で、私の方がもともと植物のゲノムを扱っているので、この今 DNA ポットのデータベースには皆様にはあんまり関係ない稲とトウモロコシとスルガムのデータしかまだ入っていません。ただこの DNA ポットのデータベースのスコープとしては、バクテリアから動物植物を網羅していく予定です。ヒューマンの方は先ほど のデータを自由に扱えないといった問題がありますので、一応ヒューマンをスコープ外にはしています。で、このワークフローの方はもうすでに使えるんですが、この DNA ポットのデータの方は今論文を投稿中で、論文がアクセプトされ次第公開するといった状況です。で、これは先ほどちょっと中里さんの説明と被るのですが、今 DRA のデータ登録状況として、私がスコープとしている WGS データは、5月15日現在で、2万6000エントリーすでにあって、このデータをすべて DNA ポットに格納できるようにしていこうとしています。で、これも先ほど説明があって、この2万6000データを人間の目で見てデータを探していくのは辛いので、この中里さんたちのツールを使って私もデータを検索してデータベース化をしていっています。で、ここでやっと本日の講習についてです。で、実習としては、DRA のデータ の E コリの O157 のストレイン ZAP430 って読むんでしょうか、ちょっとこのデータを使ってパイプラインの基礎処理部でマッピングとコンセンサス配列の決定をして、で、工事処理部にこの解析結果をインポートしてあげて、工事処理部でホモスニップの検出と基地遺伝子による注釈付けという流れで講習を行っていきたいと思います。で、まず DDBJ パイプラインへのアクセスですが、事前に配布されているこちらの資料の方をここからは見て進めていってください。で、先ほど皆さんが説明しているこの AJAX のホームページの方にも同じものがアップされているんですが、こちらのスライドの方を使って今回は説明していきたいと思います。で、今の説明で、すいません、ページ数書いてないんですけど、 DDBJ パイプライン基礎部へのアクセスっていうページまで説明が終わっていますので、そこに飛んでください。わからない方いらっしゃいますか？それでは、Google の Chrome のウェブを立ち上げて、DDBJ パイプラインで検索してみてください。そうするとトップに DDBJ リードアノテーションパイプライン のウェブサイトが上がってくると思います。で、こちらをクリックしてお待ちください。皆様開けましたでしょうか？そしたら、ログインをしていただきたいのですが、事前に配布してある資料 の一番表紙のところにちっちゃいビラビラの紙が貼られていると思います。で、そこに、基礎処理部 ID、 工事処理部 ID、 パスワードと書かれていると思うんですけど、このウェブのこの部分のユーザー ID に今ここ基礎部にログインしようとしているので、基礎処理部の ID とあとパスワードを入力してログインボタンを押してください。皆様 ID は講習01から多分61とかぐらいまで振られている番号がそれぞれお手元にあると思います。
でパスワードが2具公衆後ろの2桁の数字になっているはずです。と私の場合は公衆01でパスワードが2具公衆01でログインできるはずです。とログインできましたでしょうか。大丈夫ですかね。それでは、この第一画面についての説明をしていきます。とここでは、解析マッピングに用いるクエリーを選択していただく画面になります。でクエリーの指定の仕方として、まず1つ目、ご自分で解析したデータを解析する場合にはこの FTP アップロードというのでデータをアップロードしていただくことになります。でもしくは、今回みたいなパブリックになっている DRA のデータを使いたい場合には、ここのまずインポートパブリック DRA で DRA の番号をクリックして Add My DRA エントリーとしていただく。で今回はすでに皆さんの ID でこの作業をしているので、ここに先ほどの O157 の ERA013525 というデータがすでに入っていると思います。でその他のやり方として、あと今回説明しないんですが、クオリティスコアが低いリードの5ダッシュ側3ダッシュ側の両端をクオリティバリューが低い場合トリミングして解析したりよくするんですが、その機能もパイプラインは備えていて、その機能を事前にパイプラインを使ってすると、その結果がここからスタートして解析できます。で、あと、まあこれはファイルが重くて HTTP を使う人はいないと思うんですが、こちらを使ってファイル選択をすることでも、クエリーファイルをアップして解析をすることができます。で今回はプライベート DR エントリータブをクリックしていただいて、セレクトアメタデータメタデータで ERA013525 のデータを選択してみてください。とここまで止まってしまっている方いらっしゃいましたら手を挙げてください。データが出てこない人は、何が出てこないですか。このリストがなくてなくて出てこない方がいらっしゃる。あ、60何番とか公衆60いくつとかの番号とか50いくつとかですか。 ID が28でないですか。あら、入ってないか。とどのぐらいいらっしゃいますか。見えない方すいませんが、ちょっと多分データ作成時にミスがあったようなので、隣の方と一緒に見ていただけますでしょうか。すいません。このなんか ERA いくつを入れるとこのデータになったりますか。入れるとっていうのは、インポートすると。そうです。でも多分時間がすごいかかりますね。すみませんが、お隣の方とシェアしていただきたいのですが、大丈夫ですか。ログインするときに別の ID。 あ、それでもいいです。同じ ID で2人の人が入れる。入れます。とそしたら、データがない方は公衆01で入ってください。皆さん見えてると思って大丈夫ですかね。そうするとこの画面の説明をさせていただきます。このさっき のアクセッションの中に、さっき中里さんから説明があったように、これがサブミッションアクセッションで、サンプルに対しての説明が書いてあるサンプルアクセッションに
スタディに対する情報のスタディアクセッション実験条件のエクスペリメントと、あとランシーケンスをした日時とかが書いているようなあのランアクセッションがそれぞれあって、それぞれのメタデータの情報がこのビューボタンをクリックしていただくと見えます。ただこれもあのコンピューターで見やすい形であの DRA からも公開されているので、この XML という形式でデータが表示されています。でこのデータをダウンロードするにはこのそれぞれのダウンロードボタンをクリックしていただくとこのメタデータの情報がダウンロードできます。で解析に必要な情報だけ先ほどの XML のファイルから少し削って取り出してきて表で示しています。で今回のデータがゲノムリシーケンスのE コリの O157 のデータですよと。でスタディタイプはホールゲノムシーケンスのデータです。でランは1回されていて、でインストルメントとしてはイルミナを使ってシングルエンドのデータで読みましたという情報がここで記載されています。で複数ランがあればここに何行も表示されるんですが、今回は1ランしかないので、ここの解析に使うためにここのチェックボックスをオンにしてください。それで NEXT と押してください。で私たちのパイプラインでは、マッピングツールとデノバアセンブリツールを基礎部では用意しています。でマッピングツールもBWA とか膨大とかゲノム用のものだったりとかトップハットなどとかの発現量解析用とそれぞれよく論文で使われているようなスタンダードのものは用意しています。でそれぞれの使い方はこの辞書マークをクリックしていただくとそれぞれのホームページに飛ぶので、マニュアルで各オプションなどアルゴリズムとかそういったものは確認してください。で使われているバージョンはここに記されています。でデノバアセンブリについても同様でスタンダードなものは用意しています。ただこれ我々の DDBJ のスーパーコンピューターでこのデータを解析するようにはしているのですが、皆様に使ってもらうためにちょっとリソースに制限をかけていて、だいたいクエリーのサイズがデノバアセンブリをする場合22ギガベース分ぐらいを目安にリミッターをかけさせていただいています。で今回はリシーケンスによる多系解析をしたいので、BWA を選択していただいてネクストボタンを押してください。でここの画面では、クエリーセットを作るんですが、今回ランクセッションが1個しかないのであまりちょっとよく考えずにそのままこのチェックをしてあげてコンフォームボタンを押してあげるとデータが下に落ちるので、それでそのままネクストを押してください。で次のこの画面ではリファレンスに使うゲノム配列を指定してあげます。で一応研究者が多いようなゲノムについては事前にこちらで用意しています。アラビドピシスとかオリザサティバ、まあ、植物が多いですね。ジーメイズ、ソルガム、あとヒューマンとマウス、線虫とかそれぞれ用意しているんですが、今回のバクテリアのデータというのはここでは事前に用意していないので、ダウンロードはアップロードリファレンスというところをクリックしていただくと、ここで事前に我々が用意していないゲノム配列をリファレンスに指定することができます。で手法としては2つありまして、
INSD のアクセッション番号もしくはレフセックの ID を入力してロードしてもらう方法、もしくはご自分のローカル PC にあるようなデータを指定してアップロードする方法と2種類あります。で今回は、こちらの下のご自分の PC にリファレンスに使いたい配列を持っているとしてファイル選択をしていただきたいと思うんですが、先ほど講習を行う前に皆さんのローカル PC にデータを入れていただいたんですが、配布ってホルダーでしたっけ、はい、配布ショートカットの中です。配布ショートカットの中に、データが入っています、確認できない人いますか、デスクトップの配布ショートカットの中に、マスターファイル確認できた。よし、行こう。そしたらこのファイルを選択で入っているところにあるシーケンス1.fasta というファイルが入っていると思うので、そちらを指定していただいて開くっていうところをクリックしていただくと、ここにシーケンス1.fasta というのが入ってきます。でこれが、今回リファレンスに使いたい、O157 のサクとストレインサカイというゲノムの配列になります。で、指定できたらこのアップロードボタンをクリックしてください。アップロード行きました、行きましたね、私が Wi-Fi… あ、行きました、行きました。で、アップロードされるとこの緑色のところにデータが出てきます。でこれがシーケンス 1.fasta のファスタファイルのヘッダーの部分がここに表示されています。でこれを使ってリファレンスにしたいので、そのままの状態で NEXT ボタンを押してください。で次の画面ではリファレンスゲノムマッピング、実際に解析をする条件を指定していきます。でそれぞれがのコマンドに対してオプションの指定ができるようになっています。で一応デフォルトでそのままかけていただければ多系検出はできるんですが、それぞれの研究目的によってもっと緩くて精度はそんなに高くなくてもキャンディデートなスニップが欲しいとか、すごく精度が高い絶対スニップであるところだけが欲しいとか、いろいろあると思うので、そういう解析目的に応じてはやっぱりユーザーの皆様の方で個々のこれでしたらサムツールズのマニュアルを見ていただいて、条件を緩める方法とかを少しオプションで探っていただく必要があります。一応流れとしては BWA というツールを使ってリファレンスにマッピングをしてあげて、で次にユニーク化という処理を行います。これ大抵の論文でよくやられていて、ゲノムに対してリードがマルチプルにマップされるようなものというのはスニップとかインデルのミスディテクトをリードしてしまうので、そういったマルチプルヒットのリードは捨てるというオプションです。でそういうのをしたくないというのであれば、この上のオプションを選択していただくことになります。そしてこれがアライメントした結果っていうのが、先ほど中里さんもおっしゃってたサムフォーマットというスタンダードなフォーマットで出てくるので、それを後の解析のためにバイナリーのフォーマットに変えてあげています。で次にサムツールズを使って DNA 多系をディテクトしてあげて、で最後にこの解析の統計量、ゲノムに対してどのぐらいリードがカバーできたか、被覆できたかのカバレージや、どのぐらいの深度でデータが腫れたかのデプスなどの統計量の計算をしてあげています。
でステップ7はあの DDBJ にあのこの解析結果を再登録する場合のオプションなので、今回は無視してこのままのデフォルトの条件のままで解析を進めたいと思いますので、ネクストボタンを押してください。です。この画面が解析条件についての確認画面です。クエリーセットはこれを使って、ゲノムはこれを使いますよ。で解析に使うコマンドはこれを使います。で、よければここにご自分のメールアドレスを入力してあげて実行という流れになるんですが、ちょっとこれだけの人数が実行してしまうと DDBJ はあのアクセス拒否はしないんですけど、あのジョブが大変なことになるので、今回はランボタンを押さずにここまでで止めてください。であの私の方で事前にこの解析条件で解析した結果がありますので、そちらで結果をご説明させていただきます。とこちらの左側の方にジョブステータスでマッピングっていうのがあります。で多分皆さんの ID で見ても結果が出てこないので、ここからはこのスライド画面の方で見ていただきたいのですが、今白抜きのデータがダーッと並んでいます。でこれいろんなユーザーの方がユーザー ID とかは伏せてるんですが、どのぐらい今パイプラインが動いてるかというのが分かる状態になっています。他のを見てみるとスタートタイムは入ってるけどエンドタイムが入っていなくて、ステータスがランニングになっている。でこれみんなあの解析中のデータがこんだけ今動いてますよという状態です。でこの中から自分のデータを探してくるのは大変なので、この Show Only Your Own Job っていうのを押してリロードとしてあげると、私の場合公衆01というユーザー ID なんですが、それが解析した結果が出てきています。で今回の同じ解析条件で解析したのがこのジョブ ID17855 というデータになります。で、アクセッション番号 と今回使ったデータがシングルエンドのデータでした。でジョブはコンプリートしましたよと。でツールは BWA を使ってます。リード数これだけあって、リファレンスに使ったゲノムサイズは5メガでした。で解析には1時間半ぐらいかかっていますという情報がここで大まかに分かります。でさらにディテールボタン、ディテールのビューボタンを押してあげると解析の詳細が分かります。と後から分かるように使ったのは BWA のバージョンの 0.5.9 を使いました。で実際に使ったファストQファイルがここでダウンロードできます。でこちらが、シーケンスリファレンスに使ったゲノムのファイルも再ダウンロードできるようになっています。でこれがダウンロードモディファイドクエリっていうのが、あの先ほどお話ししたクオリティバリューの低いデータを事前にトリムしてて解析した場合にはここにトリム後のデータが表示されますが、今回そのステップを省いてしまったので、このダウンロードとこのデータは同じデータが入っています。で、実際にあの解析結果として主に使われるのがこのダウンロードマージドパイルアップファイルというところですね。でこの一番上のマージドバーフィルト VCS.gz っていうのが、さっきの解析条件で多形らしい DNA 多形らしいサイトがここで入っているファイルになります。でこのマージドサムというのが、あの先ほど中里さんが IGV というビューワーであの多形情報をアライメントの結果を確認してたと思うんですが、それに使えるようなファイルに、サムフォーマットのファイルになります。で、この真ん中のこの部分というのが統計量になります。でポジションエラーズっていうところを見ていただくと、
横軸がリードポジション、5ダッシュ側から3ダッシュ側で、縦軸がエラーであったポジション、エラーというかエラーかどうかわからないんですが、リファレンスと比べてミスマッチであったかどうかをエラーとしてパーセンテージで示しています。そうするとやっぱり5ダッシュ側から3ダッシュにかけて、まあ、クオリティバリューが落ちてくるという影響も受けて、エラーが少しだけこう高くなっている様子がわかります。で次にマップレートですね。で今回この今回クエリに使ったストレインをリファレンスの境というストレインにマップしてみたら 91.705% の、 リードがマップされましたと。でそれは境のストレイン境のゲノムに対しての被覆率としては 98.886%で、デプスとしてはかなり読まれていて 185.5 平均でデプス深度があります。植物とか大きいものだとだいたいデータをデプス15ぐらいで読まれているものが多いので、これバクテリアなのでかなりたくさん読まれています。であとは先ほどオプションとか指定していただいた各コマンドの中間ファイルも一応ダウンロードできるようになっています。でここまでで、基礎部が終わることになります。で一回この基礎部の方をログアウトしていただきたいのですが、この部分でログアウト皆さんしていただけますか。そうするとこのトップの画面に戻ってきます。で、次に工事処理部の方に入りたいと思います。と Google で DDBJ Galaxy で検索していただくと、トップに Galaxy P Galaxy っていうのが出てきます。こちらが我々のギャラクシーになります。クリックしていただくとこのようなトップページになるので、またこれをログインしていただかなければいけません。とユーザーのログインというところをクリックしてみてください。でここでまた最初にお配りした資料の工事処理部 ID、 メールアドレスになってると思うんですけど、この ID とあとパスワードでログインしてみてください。で先ほどデータが見れなかった方もそれぞれの ID で、配布された ID で入っていただいて工事処理部の方は大丈夫だと思います。ただログインをしていただきたいのですが、工事処理部 ID、 メールアドレスになっている H 長作プラス番号アットマーク G2GACJP のを ID として、ログインしてください。ログインしていただくと、この ID 自体が何度も講習をやっている中で使い回されているので、ここにこういうなんか結果が残ってたりとかする方もいっぱいいると思うので、まずここをきれいにしたいと思います。とそのためにこのネジのマークをクリックしていただいて、クリエイトニューっていうここを押していただくと、この前に誰かが使った結果がきれいになります。でここからスタートしたいと思います。でまず先ほど の基礎処理部の結果をこの工事処理部にインポートしてあげて解析をスタートしたいと思います。でそのためには左側にツールのワークフローっていうところをクリックしてあげて、インポートイムパイルアップ、
ここですね。これをクリックしてください。ID とパスワードを要求する画面が出てくると思います。で本来ならば自分の基礎部と工事処理部の ID は自分だけのものなんですけど、先ほど基礎処理部の方で皆さんに処理を実行していただくことができなかったので、ここで入る ID を私が解析に使った ID で入っていただいて、私の結果を工事処理部の解析で使っていただきたいと思いますので、ここでID を公衆01で、パスワードを2具公衆01にしてください。で実際にご自分のデータで解析していただく場合に、こういうふうに自分の ID を人に取られると、使われるとか、結果が人に見られるということは実際には起こらないんですが、今回は一応講習用としてで ID を使い回させていただきます。でこれでログインをしてください。で実際にこのデータをインポートすると、この目玉マークをクリックしていただくと、このデータの中身が見れます。で上のこのシャープで始まる部分っていうのが、なんかヘッダーの実行条件であったりとか、この VCF っていうフォーマットなんですけど、その VCF のフォーマットだったり、サムツールズを使った時のバージョンだったりと、実行の情報がいろいろ載っています。で一番下のこのシャープの一番下が、そこから下に続くデータの説明になります。クロモゾーム、ポジション、 ID、 これなんか多分サムツールズでなんか今回と違うやり方をすると多分 ID が振られるんだったような気がします。でこれがリファレンスの配列で、境の配列ですね。で今回クエリーの配列がオルトに入って、クオリティ値とあとフィルターとインフォメーションの情報になります。で、インフォメーションの方にを見てみると、デプスとか、私がよく使うのはこのデプスとか、あとマップクオリティと、あとこの GT というところが11だとホモとか、01だとヘテロとか、あと一番最後のこの GQ っていうのがジェノタイプクオリティだったかな、なんかそういった情報がいろいろ載っていて、これらの情報をもとに検出された配列の正確さをの目安にすることができます。で今回のこの実際の MPyLab のファイルから、ミスディテクトだじゃないかと思うものを除去することと、あとこのインデルの情報は今回は削除しようと思うので、ワークフローのディテクトスニップという、これをクリックしてください。でそうすると、パラメーターが出てきます。で1個目のパラメーターが、パイラップ、あなたが使うのはパイラップの結果ですか、 M パイラップの結果ですかっていう情報で、サムツールズの古いバージョンの場合に滝をディテクトするコマンドとしてパイラップというのがあったんですけど、まあ、このコマンドはもうまだ生きてんのかな、もう使われてなかった気がする、フォローされてなかった気がするので、無視していただいて、今回 MPyLab を使ったので MPyLab で、
実際にこの多系検出に使うファイルはこの1番のインポート M パイルアップのファイルを使いますよということで、このデータがここに表示されるようになっています。で、下がそれぞれ検出に使うスレッショルドの指定になります。でデプスとマッピングクオリティとジェノタイプとジェノタイプクオリティをここでは指定する形で私たちはツールを作っています。で今回、テスト用としてデプス資料ですと確か10デプスを最低デプス15で設定していて、マップクオリティを20で設定していて、で大腸菌なのでホモだけを取りますよと。で実行ボタンを押してあげます。で先ほどうまくいったんでこれだけの人数で押しても大丈夫そうな気がするんですけど、なんとなく不安なので、まずこっから右側の方だけこれで実行ボタンを押してみてください。と進行状況を見るためにこのリフレッシュボタンを押すと割とどんな感じか画面が更新されます。で緑色になると終わった状態ですね。皆さん大丈夫そうですね。なのでここから左側の方も同じように実行をしてみてください。ディテクトスニップで一番上は今回使ったのは mpileup というコマンドを使ったので mpileup で、これ、今これが表示されちゃってるんですけど、実際にスニップをディテクトしたいファイルは1番なので、このインポート mpileup を指定してあげて、デプスはどれぐらい以上にするか、マップクオリティの値はどれぐらい以上にするかという識値をここで指定していきます。で今回テスト用としてデプスを15、マップクオリティを20で、大腸菌なのでホモにしてあげて、今回ジェノタイプクオリティは指定せずにそのまま実行をしました。この辺の条件は自分の研究目的に合わせてもっと厳しくしたりとか調整してみてください。大丈夫ですか。でこれを実行してあげると、このインポート M パイルアップの方のデータには検索してあげると DP イコール14、デプスが14のデータとかが紛れてるんですけど、このツールを実行した後のファイルでデプス14を検索してあげると出てこないですね。出てこない。さっきの識値で外れたデータは消えている状態になってます。で、全体的に見てみてもインデルの情報も入っていませんし、さっきはなんかおかしなこのヘテロみたいに検出されているようなデータも含まれていたんですが、ツール実行後は変なヘテロのデータはいなくなっている。これでフィルタリングができた状態になっています。でこの検出したスニップに基地の遺伝子注釈をここからつけていきたいと思います。でそれにはスニップ F というツール、これですね、スニップ F というツールで遺伝子注釈ができます。でクリックしてあげるとパラメーターの指定ができるんですが、まず今回アノテーション付けしたいのは
あのスニップを出した結果の2番のデータで、このデータはインプットフォーマット VCF で、アウトプットも VCF で出します。で、次にこのゲノムを選択してあげるんですが、一番下に事前にこの堺のデータを入れていますので、これを選択してください。で、今私があのDNA ポートのデータベースを作るときに使っている植物のデータばかりがここに入っていて、多分皆さんがお使いになりたいと思うようなヒューマンとかマウスとかラットとかのデータっていうのはここには今入っていないので、あのこういうデータが欲しいというリクエストをメールでいただければここに追加しますので、ご連絡をください。で、その連絡先がここに書いてあります。ここに向けてメールをくだされば、あのどの動物、どのオーガニズムのどのプロジェクトのバージョンいくつのデータアノテーションを入れてくれという指示を してくれれば、あのスニップ F が公開しているデータ、あのリファレンスのデータがある限りはあの追加して対応していきます。で、今回はこの堺のデータを選択してあげて、で、次が遺伝子間領域の上流下流をどのぐらいのベース数を上流下流と定義するかという長さの指定なんですけど、これバクテリアで小さいので200ベースに指定し直します。で、次がなんかヒューマンのデータに対するアノテーションのイエスの、オプションだった気がします。で、なのでちょっと飛ばして、で、次がアノテーションロスオブファンクション&ナンセンスメディテートディケイのデータアノテーション付けしますかというものですね。で、これスニープ F の、論文に確かあのロスオブファンクションとかこの NMD とか あの定義をが載っているので、あの論文の方を見て詳しくは見てください。で、今回はこれロスオブファンクションとストップコードの方で途中で遺伝子が壊れているっていうアノテーション付けもしようと思うので、イエスにしてあげて、で、あとはそのままの状態で実行をします。で、あの一応ここから右側の方だけまず実行ボタンを押してください。結果出てきましたか？大丈夫ですか？と、今回スニップ F を実行すると2つ3、4と2つファイルが新しくできます。で、1個目が3番目の目玉マークをクリックしていただくと、先ほどの VCF ファイルの後ろにあの EFF というフィールドが追加されます。で、これがスニップ F が付けたアノテーションの情報になります。とノンシノニマスコーディングであったりとかダウンストリームですよとか、それに対して あのトランスクリプト ID とかが、表示されています。で、これの詳しい説明はスニップ F の、 あのマニュアルを見ていただきたいと思います。で、これのアノテーションがついているの あの統計情報というか総まとめの情報っていうのが4番のファイルの中に表示されています。で、これが統計情報です。実行して何かあのこのスニップ F っていうかあの元となっているアノテーションのデータベースの方になんか不備があると少しワーニングが出てくるんですけど、これちょっと各アノテーションプロジェクトの問題になるので、大抵の場合このワーニングは無視できるものです。で、下の方に行くと今回使ったクロモゾームは549万ベースぐらいで、
チェンジされていたあの配列が272個で、あのレートとしてはこれ 20.214 なのかな。で、次もホモスニップが272個ありましたよと。あと、この変異に対するインパクトが高いのが7個と、ロー、モデラートと、これの、何が高いとか何が低いとかっていう定義もスニップ F のマニュアルの方でどう定義しているかが書いてありますので、そちらを見てください。と、あと、このグラフとかですと、インタージェニックとか、エクソンとか、ダウンストリームとかそれぞれにどこにあのスニップの分布が多かったかの情報や、あとこれが横軸がゲノムのポジションでどこの位置に多型が多かったといった情報などがここで統計量が総まとめされていますので、確認してみてください。でここまでで一応予定していた講習がは終わりなのですが、何か質問等ありますでしょうか。